今回はデラックスネルネル口の中で弾けるパチパチトッピング付きを作っていきます。クラシエ、チーク菓子、水だけでできる難しさにそれでは開けます。出します。中を開けるとこんな感じ。それでは作っていきます。トレイの真ん中のくぼんだところまでお水を入れていきます。続いてデラックスネルネル1番の粉をトレイに入れたらよーく混ぜていきます。混ぜ終わったら続いて2番の粉を トレイに入れてよーく混ぜていきます。混ぜていくとねるねる膨らんできます。こんな感じ。続いてパチパチトッピング以外の4つのトッピングをトレイに入れていきます。最初にシュワシュワパウダーを入れて、続いて酸っぱいパウダー、その後キャンディーチップ、で、ソーダパウダーも入れていきます。で、最後にパチパチトッピング、こちらをねるねるの上にかけていきます。で、これで完成です。 でこちら付属でスプーンがついてきますご家族や友達と一緒に食べちゃってくださいスプーンには線がついているのでその線に沿って折っていくとスプーンが完成しますこんな感じそれでは早速ネルネル食べていきますトッピングはキャンディーチップをつけていただきます口の中でパチパチうまいで今回トッピング全部つけて食べてみたんですが好きだったのはキャンディーチップになります 続いて好きだったのがスーパーパウダーになりましたでパチパチトッピングの方は昔ほどではないですが口の中でパチパチと弾けましたでこちら1人で食べるというよりはご家族やお友達と一緒に食べた方が楽しく食べられると思いますと言ってる間に全部食べちゃいましたごちそうさまですということで今回は「デラックスネルネル、口の中で弾けるパチパチトッピング付きを作って食べてみました気になった方はお試しください